曲がりますが、曲がらない方も体型的にはいらっしゃると思います。その方たちのためにも工夫ではないけど、いろんなテクニックとして練習してみてください。この時私はすごくこう曲がるんですが、これが曲がらない人、曲がらない人はお尻を乗せてしまうと痛いので中腰です。これで中腰、こう立ち膝みたいだって言われたら、こうなってしまうよりは、こうやってやってるよりは中腰で頑張る練習してください。その方が多分楽です。あとその時に一番注意しなければいけない、膝の頭よりもここの骨、膝の下の骨、この骨を絶対に痛めることなく、カバー、クッションをつけてあげてください。カバーというよりもクッションつけてあげてください。両方です。両方の膝にクッションを当てて膝を守ってください。ここじゃないんですよ。ここですよ。ここに体重がかかってしまうので、ここの骨にクッションを。これが立てば袴の下なので見えません。いろいろ工夫をして自分の体を守ってひっくり返ったりとかしないように。で、中腰で、もう立ち膝みたいに見えてもこうやって行きたいってこういう状態でかっこ悪く待つより立ち膝でもいいので、ここに体重を乗せるような感じで、足じゃなくってここの、その練習をしていただければうちでもできるので、そうすると少しは耐えれます。長い時間だと耐えれないかもしれないですけれども、その時はもし正座してしまった、伸びてしまった、その時も中腰でやってください。こうなった時に正座してしまったら分かってしまうので、ああ伸びちゃった、ずーっと立ち上がる時にピッピッて袴の下見えないので、その代わり中腰でペタンと正座しましたっていうことをアピールしないで、頑張りましたっていうことをアピールすれば、見てる側も、あの人すごいって、ダメって言って言うよりは頑張ってるっていう、少しでも苦痛ではない方法で続けてください。苦痛は修行ではありません。楽しく弓を引きましょう。以上です。